さあマッチング成立しましたと。さあどこ見ますか。余裕さんは見れないです。はい、赤チームなんで。サモ、サモエド怒ってる。あ、黒太郎さんだ、間違った。はい、サモエド怒ってる。さあ編成は、みなつきさんがサンド左行って、サモエドさんが真ん中、ソラさんのかぐや真ん中の、黒太郎さん、りんちゃん右端。お、早速ね、かぐやのドロー、相手威嚇して、さあこれはどうなんですかね。これは、お、縦横無尽に、割とでもあれなんじゃないですか。あー、これはちょっと闇機密。いいっすね、いいタイミングでこうレベルも上がって。ちょっとこれ天賀くんもうまく攻めきれない感じでしょうか。さあ左側が若干押されてる感じでしょうかね。さあどうでしょう。さあバブルチャームで、うわー、しかしまあ結果的には、さあ左端、さあ落ちましたね。メローなんで目指しさんですか。さあここでキバササルシが、お、黒太郎さんと相打ち。これはまあ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 結果オーライでしょうかね、どうでしょうかね。さあサムエドさんが真ん中落とす。さあ1-1、どうだろう。さあここで来ましたよ、闇機密。これはやばい。さあ、今大会のダークホーストでも言えそうですかね、天賀くん。結構闇機密で、さっきの試合もグイグイ行ってましたもんね。さあキル差で、赤チームが若干劣勢な感じですね。さあサモエドさん、さあサムエルさんが中央に波を打って、経験値取りたい。さあ無理してでも取りに行かないとね。さあそして
これはちょっと猿を狙っててもよかったのかもしれないですね。さあ真ん中波を打ちましたね。ただ真ん中に兵士があまりいない分、これはあまり意味がなかったのかもしれないですね。さあ天賀くんがやられる。さあ逆にこれはライダーさんが真ん中、これメロじゃねえや間違ったメロじゃねえや。おお、これソラさんナイス。おお、ナミ2発目が、はい。あー、これきついですね。これはやばいっすね。囲まれましたね。2対1。ここでサモエダさんが落ちる。お、さあ青側はこれ右端巨人処理できてなかった、ね、わざとですかね。さあどうだろう、ちょっとじゃあ、目指しメロー VS 三日月サンド、そして目指しさんワンダ吐きましたね。はい、ワンダ吐きましたね。さあここで黒タルさんがやられる。さあどうでしょうね。ゲージはこれ赤わずかにリードですけど、まだ全然、はい、目指しさん囲まれてますね。さあこれはきつい。さあさあ横クリスラでうまく兵士処理。さあそして4体兵士はストレート。さあさらにはさあ残り1分切って、これは左端うまい感じでアッカーは折れるのかな。あー、この波はちょっと痛いかな。これ右端とここで右が折れて逆転ですね。逆転ですね。ただしかしまだゲージが均衡してそうですね、はい、ミリなんで。うまい感じで、さあ残り13秒12秒12 10。あー、ここで三日月さんがやられてしまい、これは決まってしまいました。青チームの勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。次の試合は、アスラギクルス対モモハ10キル取りますですね。はい、そうです。あ、オーダー表がもうオーダー表ももうもらっております。さあ今の試合ですね、メザシンをたたえよ VS 黒樽怒ってるチーム、目指しんをたたえよチームが勝利ということで、ね、2勝したので決勝進出決定ですね。はい、もう決定してしまいました。まあ3チームなので、まあこういうこともあります。はい、